小林さなえ。私が働いてるクラブよ。仕事が入ってるけど、いえ、彼のアパートに集合するの。そう。8時か9時。そうよ。みんなで一緒に行くの。1対1のデートはもう古い。みんなで遊ぶ方がずっと楽しいもの。場所は、おしゃれなレストランとかクラブとかね。そこで落ち合って、互いのメンバーをチェックし合い、着替えば声が芽生えるってわけ。わかる それが今のパターンね。恋愛のあーやっぱりダメージかなり大きいみたいあれから全然食欲なくてこのショックしばらく続きそうだもん嫌いなんて言われたら私今頃家で寝込んでるえそうかな諦めなければまだチャンスあるかな 食欲出てきたポテト返してあ,ーあったかーいこんなお風呂初めて入ったよいっつもほらタイル張りの狭いお風呂にさ上級生の後から入ってたじゃないこんな広い木のお風呂それも薪とか燃やして入るお風呂なんてさ 僕のそばへ来るなしあっちへ行け突然、大きな犬が吠えかかってきたから、影たちが、僕の影たちがどこかへ逃げていっちゃったあ影だ僕の影だ急いでくっつけなくちゃうまくいかないなえい、え、こいつ僕の影のくせに、 なんで僕の言うことを聞かないんだ私の顔のこと教えて。おばあちゃんみたいにおもながでシワがある顔なのそれとも星の子のように丸いココナッツの形をしているの私の目は母さんの目みたいに賢そういつも微笑んでいるような父さんの目に似ているの私の歯は ヤシの木の幹みたいに。